スタントンのダウンタウンメアリー・ボールドウィン大学、スタントンはアメリカ合衆国バージニア州北西部に位置する都市。シェナンドー渓谷と呼ばれる地域の中心都市の一つで、クイーンシティ・オブ・ザ・シェナンドー・バレーと呼ばれる。人口は23,746人。近隣のワインズボロと共に形成している都市圏は人口118,502人を数える。スタントンは、 第28代大統領ウッドロー・ウィルソンを生んだ地で、ある。ダウンタウンの東端にあるウィルソンの聖火は、ウッドロー・ウィルソン大統領図書館として残されている。この大統領図書館をはじめ、世界で唯一現存するブラックフライヤーズ劇場のレプリカであるアメリカンシェイクスピアセンター、バージニア偏狂文化博物館などの名称を有し、市内にトーマス・ジャスパー・コリンズの設計による、 ビクトリア建築様式の建築物200棟以上が立ち並び、5つの歴史地区が指定されているスタントンはバージニア有数の観光都市となっている。また、スタントンはメアリー・ボールドウィン大学がキャンパスを構える大学長でもある。同学は1842年に創立したオーガスタ女学校を前身とする私立の女子大学で世界で唯一の女子士官学校である。 併設のバージニア女子リーダーシップ学校や12から16歳の非常に優れた生徒に飛び級で高等教育の機会を与える超優等生プログラムといった独自のプログラムを有することで知られている。メアリー・ボールドウィン大学のキャンパスの近くには1844年に米国成公会が設立したバージニア女学校を前身とする私立高校。 スチュアートホール学校が立地している。同校は昼間、男女共学の小中高一貫校と全寮制の女子高校の二部からなっている。1910年頃のスタントンこの地の歴史は1732年に、ジョン・ルイースとその一家が入職したことに始まった。4年後の1736年には、後に、オーガスタ軍となる土地11万8000エーカーが、イギリス王室から、 エセックス軍の交渉、ウィリアム・ビバリーに払い下げられた。1746年には、調査官、トーマス・ルイスによってこの地に、最初の町が建設され、ビバリーにちなんで、ビバリーズ・ミルプレイスと名付けられた。翌1747年には、バージニア植民地総督であった、ウィリアム・グーク教夫人のレベッカ・スタントンを称えて、町の名がスタントンに改められた。 1738年から1771年にかけてはバージニア植民地の地理重心に位置していたことからスタントンには後に北西部領土として知られることになる領土の首都機能が置かれた独立戦争の最中1781年6月にはイギリスの攻撃から逃れるためにバージニアの州都が一時的にリッチモンドから内陸に移されシャーロッツビルを経て スタントンに置かれた。独立後、スタントンは地の利を生かして、通称、交通、産業の中心地として発展した。1854年には、バージニア、当時、スタントンの工場では馬車、靴、服、毛布が生産されていた。南北戦争中には、スタントンは、シェナンドー渓谷における、南軍の重要な補給基地であった。 1864年6月6日、北軍の少将デイビッド・ハンターは、南軍の物資、通信手段、及び鉄道を断絶させるべく1万人の兵を、率いてスタントに進行し、その翌日に、鉄道駅、倉庫、工場を焼き払った。店舗の商品は略奪され、物資は没収された。しかし、それら以外の町内の建物は無傷で、残された。 終戦後、1871年にスタントンは正式な町になり、その後数十年にわたって町は経済成長と建設ブームに沸いた。1902年にはスタントンは独立市となった。1908年には世界の市政府で初めてシティマネージャーが置かれた。それゆえにスタントンはシティマネージャー制発祥の地と呼ばれている。スタントンの一スタントンは 北緯38度9分29秒成形79度4分35秒に位置している。ワシントン DC の南西約 210km、リッチモンドの北西約 170km、ロアノークの北東約 125km に位置する。市はアパラチア山脈の主脈とブルーリジ山脈に挟まれた谷間にシェナンドー川が流れるシェナンドー渓谷と呼ばれる地域の南端に位置している。 市の標高は432メートルである。アメリカ合衆国国政調査局によると、スタントン市は総面積51.0キロ平方メートルで、全域が陸地である。スタントン・ウェインズボロ小都市圏は、スタントンと近隣のウェインズボロの二独立市、及びオーガスタ軍にまたがっている。スタントンは、バージニア州の大部分、及び東海岸の大部分の地域同様、 結編の気候区分では温暖湿潤気候に属している。しかし、沿岸のノーフォークや州中央部のリッチモンドに比べると冬の寒さが若干厳しく内陸に入る分大陸性気候の様相を呈する。最も暖かい7月の平均気温は摂氏22.6度、最も寒い1月の平均気温は低く摂氏0.7度である。 降水は1年を通じて平均的にあるが5月から10月にかけては他の月に比べてやや多くなる。年間降水量は920ミ、mm、リメートル程度である。アムトラックのスタントン駅スタントンに最も近い商業空港は市の中心部から北東へ約20キロメートルに立地するシェナンドーバレー地域空港である。この空港には ワシントンダレス国際空港からのユナイテッド航空の便のみが発着している。より発着便数の多い空港としては、スタントンから東へ約55キロメートル、シャーロッツビルの北に立地する、シャーロッツビル・アルベマール空港も車で約1時間と利用可能な距離にある。この空港には、ユナイテッド航空のほかデルタ航空や US Airways も就航しており、ワシントン DC のほか アトランタ、デトロイト、シャーロット、フィラデルフィア、及びニューヨークへの便もある。ダウンタウンの南にはアムトラックのスタントン駅があり、ニューヨークとシカゴを新シシナディ経由で結ぶカーディナル号が1週間に3往復停車する。スタントンでは I-81 と I-64 の2本の週間高速道路が合流、分岐する。I-81 は バージニア州西部の山岳地帯を縦断して走っており、南西へはロアノークへ、また北東へはヘーガーズタウンやペンシルベニア州へと通ずる。I-64 はスタントンから東へ、リッチモンドやノーフォークへ、また歴ントンで I-81 と分岐して西へ、ウェストバージニア州へと通ずる。I-81 から分岐して、市を取り囲むように南側と西側を通っている。 バージニア州道262号線は高速道路規格になっており、スタントンの環状道路としての役割を果たしている。スタントンは以下一都市と姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。